赤コーナーラスカチョーラスクアトロオリエンタレスの控え室ですけれども、最後に合体ラリアットを食らいまして退場しました南鈴鹿選手が負傷のためインタビュー不能ということで、残念ながら、インタビューには答えられないということです。手負いの野獣と化しましたラスカチョーラスの再起が注目されます。赤コーナーです。第9試合です。オールパシフィック選手権王座決定戦シングルマッチ60分一本勝負、全日本女子プロレス山田敏夫対同じく全日本女子プロレス豊田真奈美の一戦です。赤コーナー山田選手です。さて来月タッグ結成での大一番が控えている豊田選手とここでシングルでぶつかるという心境、複雑じゃないでしょうか。複雑というより、豊田との試合は大切にしていきたいんで、今日の試合が、CWA に挑戦するためにプラスになればいいと思ってます。ズバリお聞きしまして、昨年の紙切りマッチでの敗退、その雪辱ということはやはり今頭に浮かんでいますか。悔しさを忘れてないって言ったら嘘じゃないんですけど、やっぱりとりあえず次は勝つって言ってたんで、やっぱ今日は勝ちを狙っていきたいと思います。勝つにしても仮に負けるにしても来月ですね、いい気持ちで再び再出発でタッグでスタートしたい、そういう気持ちでしょうね。そうですね、やっぱ今日の結果次第だと思うんで頑張ってください。山田敏夫選手でした。続きまして青コーナー豊田真奈美選手です。豊田選手、年に一度の山田選手との大勝負が今年も訪れました。今の心境をお知らせください。そうです、山田との対戦はもうお互いを知り尽くしてるんで、技の読み合いになると思うんですけど、絶対に負けないように頑張りたいと思います。勝っても負けても名勝負期待したいと思います。はい、頑張ります。豊田真奈美選手でした。本日のセミファイナル、オールパシフィック選手権王座決定戦、ハートビートザライバルバウト93、60分一本勝負を行います。青コーナー150パンチ、トヨタマナミ。赤コーナー150パンチ、山田敏夫。レフェリー村山大地。さあ、いよいよこのオールスター戦も終盤を迎えてきました。セミファイナルです。オールパシフィック選手権王座決定戦、山田敏夫対豊田真奈美、宿命の対決と、言われ続けてですね、実に平成4年8月15日後楽園ホール敗者紙切りマッチ以来1年3ヶ月ぶりのシングルマッチということになりました。この試合の、ゲストは放送席長谷川早紀江選手に来ていただいています。長谷川さん、よろしくお願いします。このね、オールスター戦の対抗戦できて、ここでこのトヨタ対山田、いいですよね。1試合だけ、はい、別の意味のある。そしてこの後ね、当然この2人はまた両国でコンビを組んで 3WA の奪回に向けてタッグを組むわけなんですけれども、間がなんかすごい、登ってっちゃうんじゃないかな。おお、読んでますね。このまま落としていきました。さあ、蹴り。本当はこの2人の対決を全部見てる人だったら今全部わかるんですけどね。本当はそこでキュンと回って投げるトヨタの華麗な技っていうのがあってもよかったけども、本当に何度も戦ってるから、裏の 何ページ目かになってるんですよ。そうだね。ここまでの両者の対戦成績、過去のものはあまりデータは参考にならないんですけれども、1勝1敗 3つの引き分けと、紙切りからもう1年以上経っちゃうんですね。そうですね、1年3ヶ月経ちますね。あの時はね、理由なき紙切りというかですね、話題を呼びましたけれども、区切りにはなったと思いますよ、あの今は。長谷川さん、今日のこの両選手の、試合前の様子というのはどんな感じでしたか。どうでしょう、自分のことで精いっぱいですね。そうですね、だって自分もタイトルマッチだもんね。そうですね、覚えおめでとうございます。いいですね、今正直に自分のことで、そうですよね、選手ですからね、やっぱり、ね、今日はタイトルマッチでしたから、
固めていく山田。白と銀をね調にしたもう完全にこの、はい、コスチュームで忍者スタイルじゃなくてこのコスチュームでね、普通の水着が、はい、山田選手のものとしてもう一回定着してきたですね。この方がいいですね本当に、うん、さあ腕の取り合い、もう一点とも、あ、完全に伸びきったがブリッジで耐える。それで豊田選手は怖いですか、本当だったら首で、ね、回れるところだったんだけど、でも足乗っけたでしょ、その前に山田選手が、うん、本当に細かい攻防がすごい裏の裏ですね、気がつかないところでもかなり、細かい攻防をやってますよね、うん、そのあたりの通な見方もねしていただくと面白いんですけれども、山田も、まあ、サイパンの合宿で、ね、みっちりと蹴りの方もねトレーニングしてきたということで、お張り手と蹴りの、でも山田選手の良さがいい形で出る相手だと思いますよ、トヨタ、あーっと今のは2回転式の回転エビ固めで丸めようというトヨタだったんですけれども、ちょっと滑ってしまったか、正規はことを信じるというあの、うん、意外と豊田選手そういう時あるんですよね、うん、こういう細かいの結構危険ですよね、かかとあーそうでしょうね、こっちを騙してガーッと攻めちゃいますね、そうするとカーンとなっちゃって結構ふわってくるんですよ、ふつってきますか、白くパッと押し白く、あー今日長谷川選手結構プッツン来てたんじゃないですか、なんか怒ったんじゃないですか、そんなことないです、うわ頭をかかとで落としていった、意地と意地、名勝負数え歌が久しぶりにここに聞こえてくる、ワンステップでトップロープ、あの技一発で場内を沸かせていった、本当に楽しかったですね、ワンステップのトップロープですからね、こんなことができるのはもう本当にこの人しかいません、串出しドロップキックは割と珍しいんじゃないですか、そうですね、やってます、早いんですよこれは、あーっと強烈、それかなんかで当ててたんですけど、普通は振ってポン振ってポンですね、そうです、4回ぐらいありますね、普通の人が1個の技をやると2つできますね、2つどころじゃない、ですか3つスピードありますからね、この人がこうやるぞって言ってこう続けざまにね技を展開していくとも止めようがないんですよね、さあここでロメロスペシャル、変形のロメロスペシャルの形に持っていこうというトヨタ、あ、本当だ、この時間やられたんだよ、やられたんですけど、結構効きますね、あ、これそうですか、はい、これでも持ち上げる時がポイントですよね、あ、入りましたか、上がるか上がってきました、 あれは何ですか、通常のパイあのロメロスペシャルよりはかなりきついですか、手が逆転になっちゃうんで、腕がかなりタッチリ食らっていく、足殺しに行こうという戦法を見れたか、一つ一つの技みっちりやってますね今日は、この第9試合オールパシフィック選手権王座決定戦ということになります、まあ、このオールパシフィックは北斗晶が返上した、まあ、一歩宙に浮いたベルト、この2人で争うということになりました、さあここまでは過去の対戦ではまあ五分五分ということなんですけれども、記憶に新しいのはあの紙切りマッチでトヨタが山田を制した一戦、数字の上では1勝1敗、今日勝った方が勝ち越しということになるわけですが、
まあ、そういったことはあまりこの2人の間では意味をなさないことです。そうですよね、ナンパっていうのは。まあ、この試合が終わってすぐにこの両国で今度は 3WA のタッグの奪回にもいるわけです、2人で。おっ、強烈トラースキックハイアングル。足の上がり具合が非常に綺麗だったんですけども、ロープに飛んでのブレインキック、もう一回いきますか。今日はかなり的確に捉えてるんじゃないですか。両選手ともすごい丁寧に戦ってるんじゃないですか。あっと4発目後頭部もろに入った音がしました。カウントは今のエンジニアで日本の連発も通常3発ぐらいだと思うんですよね。今日4回やってますもんね。ブレインキックの後は、あ、出ましたね。このままマフラーに固めてぐんぐん振り回してしまう、持ち上げてね、荒技。山田は線が細いんですけど非常にパワーありますよね。さあ持ち上げることができるか。しかし京太もこの技はもう何度となく食らっていることでしょう。仕上げてしまった。そのまま振ります。いや、これは腰、膝、そして平行感覚、全てが決まっていく荒技であります。いや、これ何周してますか。これはこんなに回したのは初めて見ましたけれどもね。ここまでは優勢に試合運びをしているんですが、じっくりとね、この中盤両者攻め込んでますね。うわ、今度ヒールがっていうんですか、ね、ヒールホールドって感じですね、はいはい、アキレス腱の形で、うん、今度ヒールの、ね、下かかとの方でサーブロープエクステイク。さあ振り振ったが、おこれですよね。これも2回転し回転のエリアですね。しかしこれはカウント2で返していった。おっと、何時ですか。リング中央マンジ型見合いますね、この人ね、本当にちょうどリング中央でね、大会場のなんかね、意味があるっていうか絡みつくっていうか。長谷川選手から見て豊田選手ってのはどういう存在ですか。どうっていうか、早いですね。早い一個手が遅れちゃったらもう手遅れで本当にそうですよね。そういうレスラーですか、やっぱり。もうパーって一回で畳み込まれちゃいますからね、本当に。あっという間にたくさん技やってるんですよね。ちょっと隙を見せたらパーって一回でもう畳み込まれちゃうので、そういう時はいつも今日もどうしてるんですか、長谷川さんなんか。どうしてるっていうか、もうどうにもならない。そうなんないようにもうそうなったらもうどうしようもない。なったらでも必死に返せない場合が多いですよ。ヘリカフェ、さあ、保険的なインディアンデスロックだね。ゲーマーゲーマー、バンプを取って痛めつけていきます。お、出ますか。綺麗なブリッジが見れるか。変形の鎌固め。いや、しかしこれもね、お、さらに、まあ、なんか、わー、なんかすごいですね、これは。畳み方がいつもいい。いつもはね、あのフルネルソンのような形に畳むんですけれども、上の方ですね、今はね。いや、これもエグ
寒いですね。やっぱり体が柔らかくてブリッジが強いですから何でもできますね。ちょっと山田が攻め込まれてきた。早くロープに逃げた方が3年の消耗ということにもつながっていくわけなんですけれども、苦しい表情は山田。よくパートナーであり宿命のライバルであるこの山田敏夫、トヨタの花見。さあ今度はかなり厳しいところを攻めていきます。このトヨタと山田、62年に全日本女子プロレスの門を叩きました。共に切磋琢磨して、時には戦い時にはタッグを組み、お互いを、まあ、しのぎを削ってきたわけなんですけれども、今日のこの戦いにはどんなテーマで臨んでいるのか。さあこれも得意パターンだ。腕を取ってのホイップしていった。しかし水面蹴りで返して、さあ動きが出てきたぞ。ロープに飛ばして、あ、おっと、この辺りも非常にスリリングな攻防。なんか新しい展開もありますね、今日はこの2人の対決の中でも。さあもう一度ロープに飛ばした。これも変形のバックブリーカー。久しぶりに見たな気がしますけど、はい、久しぶりなんですか。うん、あんまり記憶ないですよ最近。風車式のような一度抱え上げてのバックですね。これも、何か原点に返っていこうというね、山田の意志の表れかもしれませんけれども。リング中央。逆くの字の形になってしまいました。トヨタの体、しかし体の柔らかさでは定評があります。しかしリング中央ですね。これは肩逆エビが見通していった山田ですけれども、リング中央。15分経過というコールとともに、試合の方もかなり目まぐるしく動いていくんじゃないかという予感がしますが、蹴りを一発入れて、山田の蹴りもかなりキレありますね今日ね、いつもは蹴り連発してますよね。ぼかすとはいはい、今日は一発一発ですね、丁寧にね、当てていってるという感じです。今左で足で蹴りましたよさっき。ああ。肩逆エビ固め、シャチホコ状態はトヨタの波。なんとか左手を伸ばしてサードロープに手が届くかというところですけれども、ここでのエスケープ。苦しい表情のトヨタ、かなり腰をかばっているようですけれども、ダメージはどの程度か。日差しのラリアット、うわすごい。いや今のはちょっと大丈夫ですかね。トヨタはベチって言いましたね。ノーガードでしたよね。今ちょっと不意をつかれたような形になりましたが、サイドバスター、カウント2。ちょっと危ない、顎の先端捉えましたからね。大丈夫かトヨタ。しかし控えるのが早いこの人は。さあうまくスリリングな攻防か。一発一発の蹴りが今日は本当に正確な山田。おっと
カウント2、悲鳴にも近いね、トヨタの声が館内に響き渡りましたけれども、今日の第9試合はかなりじっくりした戦いが、このショルダースルーは今ちょっとトヨタの中で狙ったような格好になったんですけれども、さっきも切ってるんですよね、あの蹴りスキンって落ちたからね。さあここでスリーパーで一気に締め落とそうという山田、じっくりと試合の方は落ち着いた雰囲気で展開していますが、結末はどうか。この辺も本当に柔らかいですね、しかしトヨタの体は、まあ、男の選手ではあそこまで、ここまで反ってしまったらね、もうどこかギブアップでしょう。本当に柔らかい、しかしその腰を必要に攻めていきます。ここまでどうですか、斉藤さん。山田の、まあ、こういう粘っこい攻めというのが非常によく目立つんですけれども、山田の方が攻めているような気はしますけど、どうでしょう、長谷川選手、どうでしょう、ここまでは、でもどうなんでしょうね、互角にも見えるし、山田選手の方がやや攻めているのかなというような気もしますし、そんな気もしますけど、なんかトヨタさんもなんか狙っているような、そうですね、トヨタ選手らしい大技ってはまだないですけどね、そんなには。この人も引き出し多いですからね。そうですね。まだ今日後藤も出してないでしょ。トップロープから、はいはい、ワンセットでね、ターンしての、それからあの貫抜きみたいなスープやつすると、はい、そのぐらいですかね。まあ万事か。まだまだあります、この人の。おっと、まずはその一つでもあります、ミサイルキック。これが早いんですよね。すごいこの攻守の展開が。あっという間にこれでね、さあトヨタの独壇場か、4コーナー、さあ今まで食らった痛め技を倍返してやろうという高さがある。いや、いつ見ても美しいというね感じのこのミサイルキック、カウント2、20分経過、そうこうしているし20分ですよ、ここからどんな展開を見せるのか、この宿命の対決、山田敏夫、トヨタ真奈美、オールパシフィックのベルト、白いベルトをかけての対戦ということでありますが、さあストマックに、あっ、ドロップキックと、はい、こちらはブレーキですね、はい、同士打ちという形になってしまいました。痛み分けか、行けた、先に立ち上がったと山田がロープに振って、あっとこのままサイドバスターに落としていく、お決まりのパターンだったんですけれども、うまく返してローリングクレイドル、かなりこれはポジションはどうでしょう、すごくいいんじゃないですか、いいですね、さあどのぐらい回していくか、いきますね、あっとぐるぐるいきます、ぐるぐるいきます、安定したこの円を描いていくトヨタ真奈美のローリングクレイドル、危ない、ちょっと平行感覚を失ったか、山田敏夫、目が回ってるか自分が回ってるか、回されすぎちゃって分かんなくなっちゃうんですよ、あれはカウントをちょっと気を抜くと入っちゃうでしょう、あと、すごい、あんな返し方初めて見た、顔を蹴り上げていった山田、おお、お返しがまたこれもすごい、トヨタのあんな蹴りが、わー、なだれしですね、これはね、感じですね、三抜きのスープレックス、カウントは、カウント2、
山田トヨタ、お互い一歩も譲らずここまでの攻防。さあトヨタが満場のファンにアピールしての右へムーサンボ。膝立てるってことはないですよ、今のは、今の下から蹴りが、強烈。そしてドラゴンがうまく返してか丸め込もうというところ。ストンピング入れましたね。これはお互い新しいというかもう研究し してますね、お互いに。それは決まったがだるま式ですけども、カウントはクロスアームコンプレックスはカウント2。お互いはこの位置を知り尽くしている両者だけに、なかなかお互いの得意技そう簡単には食いません。さあ舞台は場外、赤コーナートップに走った山田ですが、いち早く、おっ、なんだそれは、うわすごい、ものすごい技が、ね、あ、そして、ケブナールでしょうか、さあ、アピールして、さあ、ケブナールが、あ、しかし、お互いやはり手の内を読んでいる、これはやはりね、通常の対決では、語り尽くせないものがあるんでしょう。おお、さあ、うわ、すごいトップロープ、コーナー最上段から場外へのミサイルキック。トヨタもしかし、トヨタもすごいダメージでしょ、あれは。山田たち、放送席の真ん前でド迫力のミサイルキックを放っていきました。そこでね、とりあえず受け身らしいような受け身だったはずなんですけど、そこからドロップキック、あームーサルト確実にヒットした、危ない。あーそうだったすみません、完璧にヒットしたムーサルト、カウント 2.8 で山田が返していった。ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスのアピールか。あ、そうですね、あ、クロスアームが、あ、ジャパニーズオーシャン、ジャパニーズオーシャン、やはり呼んでいた、あ、うまく固めたぞ、あっと、もう一回いくか、あ、クロスストライが、あ、開始合いでバックドロップへそ投げ。ではいかないですね。ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスを狙うトヨタ、そうはさせまいという山田、あの技なんとなく食らってるわけですから、ワンテンポ置いてのスピンキック、顔面にヒットしました。やはり25分過ぎ、消耗戦になっていくか。この試合は60分一本勝負、まあほとんど完全決着と近いわけですけれども、ここからどれだけスタミナを残している方が、さあ山田は急角度バックドロップ、もう一発いきます。そしてこの山田にも切り札、リバースのゴリスペシャルボンというね技があります。バックドロップを3連発の後、まだ行きますよ。もう一回行く、5発目、まだ行きますね、6発目、バックドロップ6連発、まだ行きますね。必要なこだわりを見せる山田、この差大丈夫か。バックドロップ7連発をカウント 2.5 で跳ね返したトヨタ。ここでダイビングブレインキックを狙おうという山田ですけれども、
にかくこの蘇生が早いことではこのトヨタ他の選手とは群を抜いているわけですが、なだれ式なだれ式なだれ式、おっなだれ式フロントスープレックス強烈、今のキレイですね、スピード落差どれをとっても申し分ない、なだれ式のフロントスープレックスでしたが危ないぞ。さあまた放送席の前、放送席の真ん前で、さあいや放送席の真ん前で強烈なキックが飛んでいったトヨタのストマックを捉えました。ダイビングメインキック、モンドリュって場外に逃げようとするトヨタ、それをまた引き戻そうとする山田、おっと、あ出ますか出ますか、あこれはトヨタも読んでいる、そう簡単に相手の必殺技はかけさせんというそのボディスペシャルボムを返されて山田、次は何を持ってくるか、終盤に来て消耗戦だ、ランニングラリアット、さあここで起き上がるのを待って、もう一回いったダイビングブレーンキック、さあホール、おっとロープに足がかかった、まもなく時計は30分を過ぎようというこのシングルマッチ、斉藤さんちょっと展開が読めなくなってきましたけれども ね、おっとリバースゴリースペシャルを返した、どうやって返したか、あの返し方はなかったですね、今まで放送席の長谷川選手もちょっと声が出ない状況になってきましたけれども、完全に見てますね、いけたー、こっからが勝負の決するポイントがどうあるんでしょうか、もう一回返す、しぶといですね、完全にね、本当にディフェンスの方法、あこれは旧式のカウントは危ない、ジャパニーズオーシャンですね、スープレックスはカウント 2.9 ぐらい入ったんじゃないかという山田って大絶命か、持っている技の駒少しだけトヨタが上回ったか、あクロスアームで、さあ日本海式サイクロンか、いやお互い本当に相手の必殺技もう是が非でもディフェンスしてますね、もう一回いきますか、ロープに振りました、ああすごい、いやあんなところからケックが出てくるとは、さあリバースのゴリースペシャルバムか、ああ返った、リバースゴリースペシャルバム、山田敏夫宿命の対決にピリオドを打ったのは山田敏夫、コール勝ち、これまして新チャンピオン山田敏夫選手となりました。斉藤さん、はい、最後はの最後でどんでん返しというか、何度もあの技にゴリスペシャルホールドに入ろうとしてディフェンスされましたよね、はい、それでも敵が防ぎようになるまで頑張ってもう一回、その技にこだわって投げた、必要にこだわりましたね、長谷川さん、長谷川さん、はい、どうでしたか、いやすごいです、ね、すごい素晴らしかったですね、もうちょっと声がないというね、認定証の賞でございます、認定証山田敏夫殿、あなたは大阪城ホールで行われた 3WA 並びに全日本女子プロレス協会認定オールパシフィック王座決定戦で
見事勝利を収められました。ここに認定手とチャンピオンベルトを贈り、その栄誉を与えます。平成5年11月18日全日本陸上コミッショナーです。さあ、今認定賞が手渡されまして、恒例の白いベルト、白い水着、白い、ああいいですね、田村陸上選手似合いますね。田村敏夫が白いベルトを巻きました。このぐらい戦わないと白いベルトっていうのは腰に負けないんですね。30分を超える激闘、オールパシフィック選手権王座決定戦は宿命の対決、山田敏夫が豊田真奈美をリバースのボリースペシャルボムで、まあ、何のトライしたのかちょっと私もね数えきれなかったんですけれども、最後はあの技で決めました。さんから響き渡ってきます。そうですね、今、まあ、両国ではねこの2人のタッグで次は 3W のベルト奪還というね使命が残されているこの2人です。今高々と惜しみない拍手、放送席からも長谷川選手がね拍手を送ってますけれども、すがすがしいエンディングを迎えましたですね。まあ、今度はこの両国ではまっすぐ来ますけれども、はい、タッグでねまた新たなる境地を開いてほしいという感じがしますよね。はい、そうですね。長谷川さん、最後ちょっと一言お願いします。自分も早く世界のベルト巻けるように、そうですね、白いベルトね、頑張ってください。長谷川選手、白いベルト似合いますよきっと頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。赤コーナーです。大逆転勝利を収めました新オールパシフィック王者山田敏夫選手です。おめでとうございます。おめでとうください。まあ、裏の掛け合いあり、ハードな蹴り合いありと、無理のパートナーである豊田選手とどうしてあそこまでハードにやれるんでしょうか。やっぱりお互い良きパートナーであって良きライバルでずっとやってきたんで、お互い信じ合ってるんで、あそこまでできたと思います。さあ、全てを忘れて12月はタッグ再編成で出発です。今豊田選手に送る言葉が何かありましたら。そうですね、今日このベルトを取れたのも、まあ、トヨタがいたおかげなんで、やっぱこのベルトを守って、でまた両国で水田のベルトを取り返してトヨタとやり直していきたいです。12月の両国楽しみにしたいと思います。山田敏夫選手でした。はい、青コーナーです。惜しくも敗れ去りましたトヨタ真奈美選手に伺います。お疲れ様でした。こちらお願いします。お互いの1年の総決算を確かめ合うハートビートザライバルバウトですけれども、今年の山田選手どうでしたか。そうですね、去年紙切りで自分が勝ったんですけど、そうですね、その後からずっとタッグが良くないって言われてて、少しやっぱり充電期間を置いたことですごいお互いもう一度自分たちを見つめ直すことができたし、今日は結果は負けたんですけど、自分ではすごく満足いってます。これで両国で2人で頑張って絶対ベルト取り返せるんじゃないかなって、取り返せるんじゃないかなっていうんじゃなくて、もう絶対取り返せるっていう自信がつきました。名コンビ復活大いに期待したいと思います。豊田真奈美選手でした。